はい、今のドイバリカチャタのお客さんは朝市場にみたいです。今デンパサルの中にある市場です。一番でかいの市場です。それはクンシンサイ、クンシンサイ、カンクン、クンシンサイ、いろいろのバリの野菜です。トモロコシ、もやし、おいしい、もやし、おいしい、もやしはなんていうの、カチャンバ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 、それはテロン、テロン、テロン、日本語わからない。これはあれでしょ、唐辛子じゃないですよ、じゃないの、ピーマン、もう野菜のためですよ。マンゴー、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 わー、おいしそう。このエリアは全部お供え物の材料です。さあ、全部お供え物の材料です。で、チャンティ、はい、南国バリの神々島から、おはよう、こんにちは、こんばんは、お疲れ様でした。またドイバリカチャタの担当ガイドのカルちゃんでございます。今のお客さんはバリの朝市場みたいです。朝市場はこんな感じです。忘れないようにドイバリチャンネルを登録してください。マリカパサールもいけん。お父さんどこですか、まだ後ろですか、はい、大丈夫です。お任せ、お任せ、大丈夫ですよ。坊ちゃん魚おいしいんですか、お父さん。なかなか日本人が来ないところ。そうですね。あ、もうたくさんいろんなものがあった、大発見。そうですか。もう初めてですか、朝市場に。そうですね。びっくりしたね。もう何回バリ島に来てましたか。私は5回目。5回なんですけど、朝市場は初めてですね。2回ぐらいかな。2回ぐらい。初めて。ここは初めて、 初めて、うん、どうですか、カルちゃんのおすすめは良かったですか、うん、はい、良かったです、良かったです、ね、ありがとうございます、はい、お店の人もみんな優しい、みんな優しいですね。何年間ぐらい外国人の顔が見てないからみんなびっくりした。良かったね。今のお客さんのいるご飯はインドゥスレストラン、ウブドにあります。ごめんなさい、あちらの方ですね、レストランは。さあ、大丈夫ですか、
広いですね、レストランが。ラスルームの。Selamat siang. Udah bisa lan gak? Udah bisa lan? Udah bisa lan? Udah. In this restaurant の雰囲気はこんな感じです。めっちゃ広いです。隣でホテルです。お疲れ様でした。ドライバーのオーダーは一番最後。アイスコーヒー、アイスコーヒーですね。今出前取ってるから。コーヒー買いに行ってます。はい、いただきましょう。はい、どうぞ。お疲れ様でした。お楽しみに。お元気で。涼しげだね。はい、お疲れ様でした。どうぞ。カズさんはカペラテ。カペラテですか。あ、同じコーヒーは一番最高です。ドライバーだ。今のいるご飯は、これは何ですか。何でしょう。サテ。サテの、そう、日本。何のサテだっけ。それは。チキンかな。これシューマイ。シューマイ四つだから。うん。おお。あれを。シューマイ。うん。シューマイ。シューマイ。はい、どうぞ。ごゆっくり。これはナシゴレンですね。これ食べる。それは何ですか。これね、これはナシゴレンとポーク餃子。餃子じゃないですか。餃子。餃子ですか。餃子。うん、餃子。美味しそう。はい、どうぞ。はい。いただきます。夜ご飯が終わってから今のお客さんは、ブランコっていうアクティビティやってみたいですね。中にどんな感じか今見てみましょう。看ポトニャ、あ、やっぱり任せる。これスタート。お客さんね。あ、ね、ね。
はい、今私のお客さんはバビグリンという豚の丸焼き食べたいです。今人気な豚の丸焼きの店はワルンバビグリンパンデ駅。はい、中に入ってみますよ。中の雰囲気はどんな感じ、今見てみますよ。7人や、はい、あちらの方に行きましょう。めっちゃ広いですね、中で。7人で。sini bisa ya? Biar dekat aja. もうここで大丈夫ですね。もう近いから。はい、先にどうぞお座りください。ここで大丈夫です。はい。ね。di sana aja。はい、もっと綺麗なところに行きますよ。もう大きいですよ。ゲ、ビサビジネスアクルゲや。やっぱ、7人。7人はリスナスに？だ、スピアディピンゲラじゃ。スピアがあらかんで。はい、どうぞどうぞ。先にどうぞ座ってください。もう一緒にね。もう一番外でできるですよ。はい、今日のお客さんは、バビグリンの豚の丸焼きを食べてみます。カルちゃんも豚丸焼き食べてから、顔が豚みたいか。はい、どうぞ食べてみてください。はい、南国バリの神島から、ハワイ、こんにちは、こんばんは、お疲れ様でした。カルチャーで、もうそろそろ仕事がもう終わりますので、ホテルに帰る前に途中で私のお客さんは豚の丸焼き食べたいです。本当のバリの料理は豚の丸焼きです。美味しいですか、カズさん？めっちゃうまい。めっちゃうまいですか。はい、忘れないようにロイバリチャンネルを登録してください。僕たちはバリ島で一番人気ナンバーワン観光のガイドで、ご連絡をお待ちしております。カルちゃん、毎日毎日頑張ってに行きましょう。はい、ありがとうございます。また次の動画お願いいたします。ブッダの丸焼きです。ごめんなさい。